長州人矢は、山本周五郎。慶応元年五月、徳川家持は自ら騎下の兵を率いて、長州再生の軍を発し、まず、総督紀伊大納言をして、芸州に外栄を進め、毛利家の出城、沢之城を攻略せしめた。 城主、林馬守は善戦したが、幕軍は怒涛のごとく殺到。六月初旬、ついに沢の城下に迫って、完全に包囲陣を敷いた。城兵は食料物資に困窮しつつも、包囲軍に対して城下の周囲に厳重な策を言い、堀を巡らして、山口城よりの援軍来たるまでは、幕府軍を一歩も入れじと防備を怠らなかった。 かくて、大人月夜。七月初めのある朝のことである。まだ明けきらぬ城下町は、土色の濃い霧に閉ざされて、小立も柳もひっそりとかすんでいる。この時刻に、山伏町のとある古びた屋敷の庭では、さっきからしきりに、凄まじい気合の声が聞こえていた。えい、ー、や ええ、立ち込めた霧の中で元気いっぱいに叫びながら、一人の娘が、海外しく裾をからげ、たすき汗止めをして、大なぎなたを振っているのだ。凛とした美しい方は生き生きと燃え、上背のある獅子置きの豊かにしまった体には、若い血潮おが脈々と踊っている。 沢の城下の豪子として聞こえた名家、矢崎家の長女で小弓という。今年二十歳の娘盛りであるが、父も母も死んだ後、十一歳になる弟の喜一郎を手一つに盛り育てているけなげさ。しかも、毎日未明に起き入れて、女ながらも怠らず武道を励み、さすがは矢崎家の娘だ、と評判を取った、 呪状婦であった。やあえい、ー、今朝もこうして熱心に稽古を続けていた時である。庭の裏きろが音もなく開いて、小細くの上から陣羽織を着た若い武士が一人、すーっと内庭へ入ってきた。そして、霧を透かしながらしばらくの間、じっとその稽古ぶりを見守っていたが、 やがて何事か一人うなずきながら腰の大剣を抜く。足音を忍んで小弓の背後へ回ると、いきなり、ええい劣白の気合をかけた。あっせつな、娘はツバメのように左へ。身をひるがえしざま向き直って大なぎなたを下段に構えた。お見事 お見事でござる。若武者は大剣を収めて、微笑しながら霧の中を近づいてきた。まあ、新次郎様。せっかくお稽古のところ、驚かせ申してすみませんでした。しかし、これで拙者も安心してお別れができます。別れ小弓の美しい眉がさっと曇った。 実は昨夜、大番頭から命令が出て、拙者もいよいよ人中へ詰めることになったのです。役目は北の木戸、五番組の組頭。今日から任役に決まったのでござる。ま、それは急な。一目会ってお別れ申し上げようと来てみると、なぎなたのお稽古。失礼ながら心得のほどを拝見いたしたくなり、 思わず無礼をつかまつったが思いのほかのお腕前にて心強く出陣ができますいいえほんのまねごとお恥ずかしゅう存じますではあのお急ぎでもございましょうがちょっとおより遊ばしてそちゃなど召し上がってくださりませぬかそれではお宴先まで小弓は支度を直して家へ入った 若武者の名は、立川慎次郎。大番組で250国を取る。小弓とは早くから親同士が許した言い名付けの間柄で、去年婚礼を挙げるところだったが、卒女として起こった幕府第一回の長州聖戦に返し、そのまま伸びて今日に及んだのであった。 広縁に腰を下ろして、待つほどもなく小弓が茶道具を運んでくる。それと一緒に弟の木一郎も出てきた。目のくりくりとした、いかにもいたずらそうな少年である。立川のお兄様、おはようございます。いや、木一郎か。新次郎はにっこりしながら。貴様。 姉上が早くからなぎなたのお稽古をしているのに、いつまで寝坊していてはダメだぞ。だって、僕はいつもお姉様の住んだ後でするんだぜ。僕の剣術はとても筋がいいんだってさ。何です、その言葉は。小弓が強く叱った。町屋の者の口真似をしてはなりませんと言ってあるでしょう。はっはっは、それ見ろ。 姉上に叱られれはないか。それに、僕などということをどこで覚えたみんなが言ってますよ。ご本上の機形体ではみんな僕、僕って言うんだって。僕も大きくなったら機形体に入って暴れてやるんだ。高杉新作なんか家来にしてやる。新次郎も小弓も思わず微笑した。 これが一生の別れになるかもしれぬ。慌ただしい米別に何のもてなしもないそちゃ。こ小弓が心を込めて入れる一服を静かに喫して。さて、貴一郎。と、新次郎は向き直った。拙者は今日から出陣と決まり、北の軌ど詰めとなった。お前も知っている通り、 沢の城下は、爆軍の包囲陣に孤立して、いつ決戦となるか知れぬありさまだ。今度、法下が上がれば、とても生きて帰ることはおぼつかない。そこで、改めて申し聞かせるが、その方は矢崎家を継ぐべき心象。今後ともよく姉上の言葉を守って、立派な人物にならなければいかんぞ。はい、よくわかりました。小弓殿、 見旗をお持ちください。信次郎が振り返って言う。小弓は頷いて立ったが、まもなく一流の古びた旗を取り出してきた。白竜の雲を巻いて天井する姿が描いてある。信次郎はそれを片手に捧げて、貴一郎、この旗を存じておるか知っています。 少年はさすがにきっと襟を正した。矢崎家のご先祖様が、戦場の功によって、毛利大前の大部様から頂戴した品です。そうだ。毛利家に白竜の旗ありと、関東にまで聞こえた名誉ある見旗だ。そなたは、この白竜を受け継ぐべき、重い責任のある体だ,だぞ。それを忘れずに、きっと立派な武士になれ。 よいか。はい。必ず偉い武士になります。それを聞けば、もはや思い残すことはない。信次郎は旗を小弓に返すと。それでは、お別れ申す。と、腰を上げた。もう、お立ち遊ばしますか小弓はかすかに残りをしげな目を上げた。 どうぞ、ごぶんめでたく。小どのにも、ごけんごで。じ次郎はひたと娘の目を見た。小みも無うの思いを込めて男を見上げた。女うふと言われても娘である。ふっと、まつげにつゆが溢れる。さらば。と言ってじ次郎は、強くむくと、 そのまま足早に霧の中を立ち去っていった。小弓はしばしその後ろ姿を見送っていたが、やがて心を取り直すと。キーチロー今立川様の仰せられたこと、決して忘れてはなりませぬぞ。お姉様、大丈夫です。私は女の身。少年ながらそなたは矢崎家の主人です。 もし、立川様が、五千死遊ばすようなこともあらば、私は生涯、誘発の甘となって、そなたを盛り立てる覚悟。そのつもりで、そなたも父上の子として恥ずかしくない武士になっておくれ。お分かりですね。大丈夫ですとも。木一郎は肩を突き上げた。お姉様だって、 心配しなくてもよいですよ。立川のお兄様が打ち死にしたら、僕がきっとお姉様を慰めてあげますよ。まあ、出陣の朝に打ち死になどというものではありません。さ、と、小弓は立ち上がった。見旗をしまってきますから、そなたは激剣の支度をなさい。合点です。またそんなことを。 小弓は睨んで、そんなやひなことを言ってはなりません。どこでそんな言葉を覚えてくるのですか木一郎は困って頭をかきながら。も、もう大丈夫ですよ。もう言いません。あいつが、先行が悪いんだ。半分は口の中でつぶやきながら、そこそこに庭へ飛び降りていく そら、行くぞ、大玉、ま。フランス渡りのカノン砲二十金の強薬だ。来い、やろう。何をこっちは石火屋台。クソークエ。石火屋なんかスオなナダぶっ飛ばして、小ブダの餌食にくれてやら。城下町のとある裏地で、住人ばかりの少年たちがエンジンを作って、やかましくわめき立てていた。 半年ほど前から流行り始めた鉄和ゴマの遊びが、戦時の荒い気風にそそられて、賭け勝負を争うようになったのである。たまみろ勝負が決まった。また加能法の勝ちだ。賭けた十文はおいらのものだぜ。へへい。伝法に笑ったのは、アクタレ仲間の大将で、センタという少年だった。 この群れの中で、キイチロウがさっきから羨ましそうに勝負を見ていた。姉がた折りをしてわずかに生計を立てている暮らしでは、とても鉄はごまを買ってもらうことはできなかったし、まして掛け線などあるはずがない。僕もやってみたいな。遊びたい盛りの年である。勢いよく回るマ。 叩きつけられて飛ぶ鉄は、チャラチャラとなる青線の音にも、幼い胸はワクワクと踊った。やがて勝負が終わって、皆ちりじりになった時である。例のセンタが、キイチロウを認めて、おや、夜崎の坊ちゃん、と声をかけた。おめえ、今日も見に来ていたのかいどうして遊ばなかったんだ だって駒がないし。喜一郎は気恥ずかしげにそれに僕賭けの銭だって持ってないものそう言って歩き出したセンタは里浜の漁師の孤児で今年十七になる預けられた叔父の家にも居つかず城下町の悪童たちと勝手放題に暴れ回るいたずら小僧だったが 不思議にいつも小銭を持っていて、気前よく仲間のものを潤すので、少年たちには大きな人気と勢力を持っていた。センタはキ一郎の言葉に司祭らしく頷いて。何しろ爆群に包囲されているという始末だからな。どこの子供だって小遣いなんかもらえねえわけさ。だけど、こまぐれえねえって方はねえ。 もったいぶって言ったが、やがて歩みを止めて振り返った。坊ちゃん、おめえに駒や掛け線を設けさせてやろうか。本当にかい本当だとも。今まで誰にも内緒にしていたんだが、坊ちゃんだけに教えてやるんだ。それはな、柵の外へ芋掘りに行くんだ。 センタはぐいと声を潜めた。食料物資に急防している沢の城下は、二十歳の底まで掘り返されている状態だったが、結作の外にはまだ荒らされていない畑がある。センタは、そこへ行って芋を掘ってくるというのだ。センタはことごとしく辺りを見回しながら、どうだ 今夜、オイラと一緒に、二度きろから出ねえか。おめえにも分け前をやるぜ。そうすれば、駒も買えるし、掛け戦もできら。でも。キチロー一郎は、国技とつばを飲んだ。でも、柵から出れば、敵に撃たれやしないだから夜になっていくのさ。もう何度も試しているけど、一度だって狙われたことはねえ。 それともおめえ爆兵が怖えのか嘘だ爆軍なんか怖くないやキーチローは恥ずかしめられたように肩を上げた。センタはずるく笑って。そうだろう。坊ちゃんは武士の子だ。怖くねえにちげえねえや。だから一緒に行こうぜ。今夜、五つ過ぎに大松のところで待っていら。来いよ。な。 行く。行くよ。11歳の少年に、厚話の素晴らしい駒や豊かな掛け線はのっぴきならぬ誘惑だった。喜一郎の頷くのを見て、センタは。だけど、こりゃあ内緒だぜ。誰にも言っちゃいけねえぜ。他の奴に儲けられちゃつまらねえからな。いいか。うん。大丈夫だよ。それから、 木戸を抜けるとき、おいら、万死の人に、坊っちゃんを弟だと言うから、そのつもりでうまく頼むぜ。こいつは大事だからな。いいよ、うまくやる。木一郎は、粘るたでようやく答えた。その夜のことである。東の柵にある二の木戸は、 五十人組の爪場であったが、今夜はどうしたことか、人数が目立って多く、隠しかがり火に映る物の具揃えも、ひどく殺気だって見えた。五つを少し回った頃であった。軌道を守っていた万氏が、闇を縫ってくる二人の少年を見つけて、ほら、どこへ行くかと怒鳴った。 立ち止まった少年の一人はセンタ。一人は姉の寝たまに家を抜けてきたキイチロである。荒井の畑へ芋掘りに行くんです。センタが左の腕へかけた手籠を見せた。二三日前にも通してもらいました。芋掘りだ。そうなんです。 父さんは去年の合戦に足軽海へ加わって打ち死にしちゃったし、母さんは病気で寝たっきりだから、食べるものもなくて困っているんです。それで弟と一緒に芋を掘ってきて、ようやく上をしのいで。センタは腕でぐいと目を横なでにした。万氏も思わず誘われて。そうか。この戦争では、浄かのものばかりでなく、 我々も兵糧が乏しくなって困っているのだ。お前たちもさぞ辛かろうな。よしよし。通してやるから芋を掘ってこい。だが、敵軍に見つからぬようにしろよ。大丈夫です。もう何度も出たことがあるんですから。さんで出ようとするのを。ああ、ちょっと待て。と、万氏が呼び止めた。それから、 今夜、根ノ国になると、ただすの森の敵陣へ総攻めをかける。そのために味方の主力がここへ集まっているから、総攻めのかからぬうちに帰って来いよ。根ノ国にただすの森へ総攻めセンタはそう言って、隠しかがり火の彼方へちらっと恐ろしそうな一瞥をくれたが。わかりました。 大急ぎで掘ってきます。気をつけていけ。万死の言葉を後に二人は柵から出た。父は去年の戦争に打ち死に、母は病床にあるなどと、あんな嘘を言っていいのかしら。木一郎はなんとなく気を咎められたが、黙ってセンタについて歩いた。柵を出て班長も来ると、 あたりは砲弾にえぐられた穴や土崩れの多い荒れ地になった。センタは時々身をかがめて土くれや雑草をつかみ取っては手かごの中へ入れながら進む。だんだんと寄せての陣へ近くなってきた。どこまで行くの黙っているんだ。センタは強く制した。オイラの言う通りになってればいい。 さあ、かけよう。頭を下げてかけるんだぜ。そう言うと、センタは身をかがめながら、たったっと走り出した。キイチロウも、見失っては大変だから続いて走ったが、四五長ばかり行くと、干木の茂みの影へ飛び込んで、しゃがめしゃがめ頭を出すと撃たれると言って、キイチロウを引き据えた。二人とも息を弾ませながら、 干木の陰にじっと身を潜めている。やがてセンタは、海中から火打ち石を取り出して、東の方へ向けて、カチカチと二三度撃った。不思議なことをすると木一郎が見ていると、山頂ほど先の闇へ、チラチラと赤い火が二三度明滅した。センタはにやりと笑って、上手と来やがった。 と、立ち上がった。坊ちゃん、おいら時期に戻ってくるから、ここを動かずに待っていねえよ。どうするの芋を掘るんじゃないの黙ってろよ。今素晴らしい芋を掘ってきてやるんだ。どこへも行かずに待っているんだぜ。そう言い残して、センタは赤い火の見えた方へ小走りに走っていた。 早く来てね。木一郎はそう言いながら、干木の陰にじっとしゃがんでいたが、センタの足音が聞こえなくなると、にわかに闇が濃くなったように思われ、恐ろしい不安が体をひしひしと締めつける。センタは何をしに行ったんだろう。何のために火打ち石を打ったのか。後から後からと湧き上がってくる疑惑と不安に迫られ、 じっとしていられなくなった木一郎は、たまらなくなって、センタの去った方へと忍び足で出かけていった。二丁あまりも来た時である。闇の中に話し声が聞こえるので、はっと足を止め、地面へ身を伏せて前方を透かし見にすると、実験ばかり先に、センタが一人の鎧武者と何か話していた。 その二人の立っている二三実験先には、玉よけのあずちが築づいてあり、かがりの横に動き回る軍票の姿もかすかに見える。爆軍の陣営だ。木一郎は身震いしながら呟いた。驚くべきことはそれだけではなかった。 キーチロウが聞いているとも知らず、センタは敵方の鎧武者に向かって、探り出してきた城中の模様を古才に内通しているのだ。一語一語がキーチロウの耳へ針のように鋭く聞こえてくる。それから、と、センタは語を継いで、今夜根の国に、ただすの森の陣地へ総攻めをかけると言って、今、 東の柵へ主力が集まっていますよ。ただすの森へ総攻め。鎧武者は驚いた様子で。そうか。それはいい知らせを持ってきた。よし。城方が主力を東の柵へ集結したとあれば、北の法輪寺口はガラ脇にそういない。では。 こっちから根のこく直前に手薄の法輪寺口へ意打ちをかけてやろう。それではこれで別れる。さあ、褒美の金だ。ありがとうございます。また何かあったら知らせてくれ。そこまで聞くと、キーチロウは這うようにして元の場所へ戻ってきた。大変だ。大変なことになった。 少年ながら事態の重大さは分かった。不思議にいつも小銭を持っていたセンタの芋掘りに出るとは偽り、実は爆群の長者を務めていたのであった。おい、どこだセンタはすぐに走ってきた。いやあ、いたな。早かったろう。もう用は済んだから帰ろう。そら。 今夜の分け前だ。僕はいらない。さあと言って差し出す一つみの銭を、キイチロウはぐいと押し返した。センタは呆れて。どうしたんだよ、ぼっちゃん。僕は、僕は聞いたよ。お前は幕軍の長者をしているんじゃないか。僕は、帰ったら万死の人に話してやる。 なんだとセンタはギラリと目を光らせた。そうか。<laughs> 聞いちゃったのか。そんなら仕方はねえ。ふてぶてしくあざ笑ったが。だがのう、おめえ万死に話すなら覚悟しなくちゃいけねえぜ。今夜のことはおめえも同志だ。 キロの番子を騙してオイラと一緒に抜けて出た。罪は一つだ。承知だろうな。だって、僕は、知らずに。そんな言い訳が通ると思ってるのか。へっ。どうせオイラはヤクザの孤児だから、お仕置きになったって誰一人泣くものはありゃしねえ。だが、おめえは落ちぶれても矢崎様のご子息だぜ。 その木一郎様が長者の罪で貼り付け柱へかけられたらさぞ評判になるだろう。第一おめえの姉さんの顔が見てえや。少年の口から出るとは思えぬ鋭い威嚇だった。武士として最も忌むべき長者のおめ貼り付け柱。姉の悲嘆。恐ろしい幻想が次々と襲いかかって、 キーチローは身動きのならぬ絶望の淵へ叩き込まれるのを感じた。センタは威嚇の成功を確かめて。なあ、ぼっちゃん。と、急に声を和らげた。そんなつまらねえ考えはよしねえ。黙っていれば誰にも知られずに済むんだ。なあ、これだけあれば上等の駒も買えるし。 二日三日の掛け線には困らねえぜ。どうして、僕を連れてきたのキーチローは、それが恨めしいというように、鳴き声で聞いた。そりゃあおめえ、おいらラ一人じゃ万死が疑いをかけるからよ。弟連れとなればまるで信用が違わな。さあ、とっておきねえ。 センタは、放心したようなキーチローの手、幾く,くかの銭を握らせると、土くれや雑草をつかみ込んであった手かごを腕に、柵の方へと歩き出した。キーチローはもはや、汚らわしいと思いながらも、その銭を拒む元気もなく、センタについてとぼとぼと,ぼと柵の内へ戻ってくると、鉄砲組屋敷の角のところでセンタと別かれて、そっと自分の内へ帰った。 もし姉上が起きていたら、震えながら裏口から忍び込む。足音を忍ばせて闇の中を根間へ入ってみると、灯花は消えたままで、かすかに姉の寝息が聞こえている。貴一郎はほっとしてそこへ震えながら座ってしまった。これからどうしたらよいだろう。 幼い頭の中は暴風雨のように混乱していた。自分は知らなかったとはいえ、明らかに味方を打ったのだ。人間として最も忌むべき、最も卑劣なることをしてしまったのだ。あの親切な万死も、立川の兄さんも、城下の人たちも、今夜敵軍のかける法輪寺口の不意打ちに、 どんな残虐な従林を受けるかもしれない。ああ、困ったな。少年の小さな胸には包み切れぬ不安と恐怖と快根に思わず埋めき声を上げたとき。誰不意に姉が呼んだ。喜一郎かえぎょっとして喜一郎は跳ね上がり、 自分の寝床へ潜り込もうとした。と、気がうわずっていたから、物につまずいてどうと飲める。同時に手に握っていた銭がザラザラと飛び散った。小弓は怪しい物音に素早く置き直って暗鈍に火を入れる。木一郎が老媒して銭をかき集めようと畳の上へ張ったとき、ぼうっと暗鈍が灯った。 どうしたのですキーチローな、なんでも、なんでもありません。ガタガタ震えながら見返る顔は、まるで紙のように血の毛がない。おかしい、と、見守る小弓の目は、キラキラ光る小粒銀の金がおびただしく散乱しているのを見つけた。まあ、お金小弓は愕然と色を失った。 どうしたのです、キイチロそのお金はお姉様、許して引き裂けるように、やっと泣きながら、少年は姉の前へ身を投げ出した。僕、知らなかったんです。キーチローは泣きながら全てを告白した。 本当に何も知らなかったのです。お姉様、どうか堪忍してください。もう駒も何にも欲しくはありません。これからおとなしくして立派な人になります。今度だけ、どうか堪忍してください、お姉様。お前は、お前は、何ということを。小指は胸もつぶれんばかりに聞いていたが、罪こそ憎けれ。 いたずら盛りの子供がおもちゃ欲しさに謝ってしたことを今さら何と言って叱るすべがあろう。それより先になすべきことはあるのだ。小弓はけなげにも心を決め、次の前へ行って手早く二通の書面をしたためたが、すぐに戻ってきて一通を木一郎に渡し、お前はこの手紙を持って 今から蟹螺村のばあやの家へおいで。勘認してください、お姉さま。いちろう。小弓は弟の肩へ手を置いた。お前、本当に悪かったと思いますか僕、僕、切腹しましょう。お待ち。今になって切腹しても。 長者のお命は消えません。それより、その覚悟を忘れずに、再びこんな過ちをせず、ばあやの里へ行ったらよく勉強して、今夜の罪を償うだけの立派な武士になるのです。では、堪忍してくださるんですね。私は堪忍してあげます。でも、ご先祖様は、お前が立派な人物になるまでは、 決して勘になさいません。わかりますかはい。では、このお手紙を持って、すぐ蟹螺村へいらっしゃい。お姉様は私は、私は、後から行きます。これが今生の別れになる。そう思うと、 小弓の胸は張り裂けるように苦しかった。しかし、大事な時は迫っている。早くおいで。道は分かっていますね。分かってます。お姉さまはいつ来るの貴一郎。小弓は思わず弟を抱き寄せたが、後で。 あとですぐ行きます。あ、ちょうちんを。涙を隠してちょうちんを取り出し、火を入れて持たすと思い切りよく弟を送り出した。見送る糸間も惜しく、小弓は仏間に入って両親の遺灰の前にぴたりと手をついた。お許しくださいませ父上様。 女での貧しさから駒も買ってやれず、そのためにこんな過ちができました。みんな小指の至らぬ罪でござります。矢崎の家から長女を出しました地獄は、これから私が立派に注ぎますゆえ、どうぞ、読みよりご覧遊ばしてくださりませ。生ける人に言うごとく、生類もに下ることしばし。 やがて小弓は立ち上がると、手早く家内を取り片付けて、何度から父が居合の鎧びつを取り出す。赤のつかぬ肌着に変え、黄色の下着の上へ鎧下を着込むと、慣れぬ手ながらしっかりと鎧をつけ、厳重に身ごしらえをした。女でこそあれ、日頃から武芸に鍛えた上勢のある体。 黒髪を束ねて垂れ腹帯をきりりと締めて大なぎなたを右手に下宝白龍の旗を左手に絞ってすっくと立ち上がった姿は絵のようなむしゃぶり仏前にもう一度ぬかづいて仏壇の扉を閉ざすと兜をつけて安灯の火を消しそのまま小弓は家を出た時まさに四つである 足を速めて東の柵へ来る。軌道を守る万死に近寄って男声に作り、一大事でござりますと大きく呼びかけた。根の濃く、正すの森へ総攻めをかけること、死災やって敵方に漏れ聞かれました。何何と言われる寄せ席は城方の本勢東の柵に集まると知り、 ただすの森を払って主力を集め、法輪寺口へ野衆をかける手はずとのこと。一刻も早くお手配ださるよう、おかかりへお申し伝えください。それはまことか。こういううちにも遅れては大事。どうぞ早くおかかりへ。あ、しばらく。行こうとする万氏を呼び止め。ご迷惑ながらこの書面、北の木戸五番頭、立川慎次郎様にお渡しください。 お手前はお渡し下さればわかりまする手紙を受けた万氏が宙を飛ぶように走り去るのを、とくと見すました小弓は、素早く軌道を抜け入れて闇の中へ。ただすの森を目指してただ一人、完全と大股に進んでいった。一方、万氏のもたらした球砲は、上軍を震犯させた。中にも、 北の木戸にあった新次郎は、小弓の手紙を開くなり行天、うーん、と思わずうめき声を上げたのである。美しい走り書きの文字は、弟喜一郎の犯した始末を詳しく認めて、一刻も早く敵の奇襲に備えることを来い、筆を改めて。少年の無視料とは申しながら、長者の罪を犯した喜一郎。 その姉とあらば、罪は同じことに候。かかる穢れた身をもって、御本様の言い名付けたること思いもよらず。すなわち、今宵限り、お約束を辞退申し上げ候。女の身の細腕ながら、これより敵陣へ切り込み、地獄の万分の一を注いだ上、亡き父母のもとへ参る所存。何とぞ何とぞ、御本様には、 ごぶうんちょうきゅうにて。みれんながら、おめもじいたさぬが何よりの心残り。と、読みも終わらず。馬を引けと、叫んで新次郎は立ち上がる。小弓、待て待ってくれと、心のうちに言いながら、万死の引いてきた馬に飛び乗りざま、新次郎は東の柵へまっしぐらにかけていった。 小弓の警報はこうそうした。城兵の主力は東の策に集結したものとのみ信じた寄せ席が、主軍を慰動せしめ、法輪寺口へ強襲をかけようとする、その出花へ、突如として城兵の先鋭隊が不意打ちをかけた。寄せ席の狼狽は言うまでもない。一時余りにして中央を突破され、本軍を両断されて大混乱に陥り、 この夜の大将、佐々木信濃の神は、身をもって大高山へ逃げ延びた。しかし、野山口を固めていた優勝、橋本田島の神は、手勢を失ったしつつ完全と攻撃し、深入りした上兵を孤立せしめて、一気に勝ちを制そうと、無に無参に突進。馬上に剣を振るって、関東武士の死に場所ぞ 一歩も引くな死ねや死ねやと、わめきわめき奮戦した。闇をつんざいてひらめくは槍。切りつきられつ、怒とうのごときおたけび、忠誠。遠かがり日に、もうもうと闇を塗る土ぼこりの中で、いずれも決死の武者、ここを先度と切り結んだ。しかし、 まず今日疲れて陣構えの崩れた寄せ手の姓は、白い腕章をつけ、四身体全く整然とした上兵の猛撃を耐えうるはずがなく、当店ようやくしらみ染める頃には、橋本丹波の手勢も散々に切り崩されて、ついに、ただすの森まで引けという命令を発するに至った。立川慎次郎は、五番組の組頭として、 馬上に大槍を振るいつつ奮戦したが、心の内は小指の身を気遣う思いでいっぱいだった。そこで切られはせぬか、あそこで打たれはせぬかと獣王に戦場を築しつつ探し求めたが、ついに見つけ出すことができなかった。ところが、明けかかる光の中を橋本丹波の手勢がただすの森へ引き始めた時である。 戦闘がまさに森口へかかった刹那、さっと寒木の茂みの中から一流の旗が現れた。あっと驚いてみると、音に聞こえた長州毛利家の白流である。退却してきた丹波勢は、いやいや、正すの森もすでに上兵が占領しているぞ戻れ戻れと崩れたつ。面前へ、剣山<三>と叫んで、 森の中から鎧武者が一人、大なぎなとを買い込んで立ち現れた。沢野の住人、矢崎喜一郎活然と名乗って迫る。だが、白竜の旗を望んで森の中に福勢ありと見た田島勢は、浮き足立って雪崩のように、下衆口へ逃げろ下衆へ下衆へと、先を争って敗走した。 ただすの森へ引くと見えた敵兵が、にわかに混乱して芸衆口へと遜遜し始めたから、不審に思って馬上に伸び上がった信次郎。未明の森に、朝風を受けて白竜一揆、偏んと翻る,るのを見る。お、白竜の旗狂気して蔵を打つ。小弓がいたわめくとそのまま、 馬服を蹴って、ダーっと宙を飛ぶごとく、毎一文字に勝っていった。小弓は逃げゆく敵兵の死んがりの群れへまさに必死の切り死にをかけようと、呼びかけ呼びかけ追い打ちに出る。一気と見て、死んがりの兵の五六名が立ち戻って、青武者の痩せ腕、撃って取れと取り巻いた。小弓は苗形を取り直し、いざ参れ とばかり切り込んだ。敗軍とはいえ、敵も名だたる関東武者。左右前後からひしひしと取り詰めて、一挙に撃って取ろうとする。小弓はなぎなたの秘術を尽くして、まず一人の高ももを切り離す。ぬしゃれたことをと、右の武者の突き出す槍、引っ外して真っ向をさっと払う。刹那、鋭く返して脇つぼの具足外れをしたたかになぎ放した。 ひぃ悲鳴を上げて二人目が倒れる。ところへ、引っ返してきたシンガリ兵の一人が、のけのけーと叫んで銃をピタリとつけた。手間取っては面倒拙者が一発で仕留める死去<怯>小弓がはがみをして飛びのいた。敵兵は銃を狙い定めて、引き金に指をかけようとする。途端に、 風を切って飛びきたった大槍一筋。まさに引き金を落とそうとした敵兵の高胸、具足外れへぐさっとばかり突き刺さった。ギャーッダーン弾は空へ飛んで、血煙を上げながら倒れる銃兵。意外な出来事に思わず振り返ると、馬を煽ってきた新次郎。馬上の投げやりに危機を救った勢いに乗じて、大剣を抜き放ちながら、 己のれひとも逃がさんぞと殺到した。思わぬ女性に敵兵はどっと逃げ足を誘われたが、それと見て死んがりの重体が十五六人バラバラと引き返してくる。その前面へ小弓が完全と突進した。ここで死のうという決死の様子。危ないまた礼新次郎は馬を近寄せて、 この上の死に急ぎは乱心でござるぞひかれいと、隣様、ま、金剛力に小弓の体を引き寄せる。もがくのを押さえつけて、蔵の前壺へかき寄せると、素早く馬首を回した。ダダダーン遠こ玉してとどろく銃声。ビュッ、ビュンと、左右をかすめる玉。新次郎は馬服を蹴ってダーッと駆け出した。再び、 見たび、銃声は二人を追ったが、弾丸は左右に逸れて一発も当たらなかった。まっしぐらに垂らすの森へ馬を乗り入れた新次郎。もはや大丈夫と見て、一人、朝風にひるがえっている白竜の旗のもとへ馬を止める。まずひらりと自ら馬を降りて、道場の相手をも助け下ろす。小弓の 手を差し出した。小弓は静かに兜を取る。しっとり汗を帯びて、血気輝くばかりの表を振りあおぐと、張り切った譲るの切れるように、新次郎様と、叫びながら男の広げた腕の中へ崩れるようにもたれかかった。新次郎は力任せに引き締めた。小弓は、 男の胸へ頬をすりつけながら、突き上げてくる喜びに声を震わせながらすすり泣いた。もはや何の言葉ぞ。二人は無言のまま、ひしひしと互いに抱きしめたまま、しばらくは火のような愉悦に浸っていた。小弓殿のの。新次郎がやがて言った。 昨夜のお手紙、あれはお返し申しますぞ。はい。木一郎の罪は立派に償われた。見られい。沢の城外、今は幕軍の一兵もとどめぬ大勝利でござる。新次郎の指さす方を振り返った小弓の目に、山として沢の城の天守の上へ差し登る。 旭日の光が映った弟の罪は償われた矢崎家の汚名は注がれた明るく生き生きとよみがえる小弓の耳へ円来のような勝どきの声が聞こえてくるさぎり立ちこむる森の中に白龍一揆 ほこらかにひらめいていた山本修五郎作長州人やわ。お相手は村上洋でしたではまた